おはようございまーす。ギャングマンモスです。お願いし。マンモスパオーン。いや、パオーンだけでもね、覚えてね、欲しいんですけども、はい、沖縄のおすすめ、はい、ということなんですけど、我々、読谷村出身でして、そうですね。そこにですね、うん、花植そばという蕎麦屋さんがありまして、一番いいところ。一番いいところなんで、そこですね、うん、いろんな芸能人の方も行っててですね、そうそうそう、とても美味しい蕎麦がありますので、はい、ぜひそちらに足を運んでみてください。お願いします。おはようございます。おはようございます。浦添と申します。沖縄のおすすめ、沖縄のおすすめはね、浦添総合病院が、違う、はい、なんでよりによって病院医療機関を勧めたの医療機関が違いますよ。那覇にある栄町にぜひ足を運んでいただきたいなと思います。なかなかね、東京や大阪にはない町の雰囲気ありますんで、はい、ぜひ楽しんでいただきたいなと思います。この時期が一番いいと思います。はい、ガジーラです。よろしくお願いします。沖縄のおすすめポイントです。おすすめポイントね、僕はね、はい、沖縄出身ではないんですけど、ね、そうなんです、僕は宮崎出身なんですけどね、楽しいとこいっぱいあるんでね、ありますね。でもぜひ行っていただきたいのが、どこですか、若さのカクテルプラザっていう地下1階に男2つダブルっていうゲーバーがあるんで、そちらの方にぜひ足を運んで。もうそれ以外にもなんかおすすめないんですかね。食べ物とかある。そこでしかバイトしたことないんで、あと知らないんですよね。あと新都心にあるリュウミっていう豚肉がすごい美味しいお店あるんで、そこによかったら行ってください。おすすめとなっております。はい、どうも。Thank you.